ということで3月26日レガートレコアーツスペシャルということで、今日は、リポートを兼ねてですね、なんとレガートのスペシャルメニュー、レガートのその日オンリーのスペシャルメニューがあるんですが、それをちょっと慶三さんと直美ちゃんと出演者の方々で、チェックしてみて。なるほど、はい、まあ2人とも僕あの貧乏舌なんで、あの甘じょっぱければいくらでもご飯食えちゃう。ああなるほど。慶三さんとかね、直美ちゃんとか多分舌が肥えてると思う。ちょっとその舌で残念ながら同類ですよ。マジですか。はい。ということで、あのこの3月26日にやるこのケネディハウス、はい、お二人来たことありますか。初めてなんですけどね。前はよくね来るんですけどね。おはいはい、あのよく歩いてたりしますよ。コリドー通りっていうね、あの通りで。コリドー通りって、コリドー通り、はい。いや俺は実は本当にケネディハウスに来るにあたって初めてこのコリドー通りを通ったんですけど、まあ銀座にほど近くておしゃれで俺に似合わねえなと思ってながら似合ってますいやいや似合ってないでしょ、間違いなく、はい、でこのケネディハウスのこれリニューアルしたらしいんですよ、うん、リニューアルして、ほら、もともと知らないから変わったねとかなかなか言えないんですけど、そうなんですよ、なんか綺麗なとこだなと思う。そうそう、で、これ実は、音響で僕ら結構いつもお世話になってる、はい、日比野さんがお世話になったり、お世話に、はい、いろいろやっていただいてです。なんかこれね、我々にとっては結構、うん、今のうち言ってきますね、はい、326ライブ出ますけど、超ハイファイなんで、くっきりくっきりしてるんで、間違って歌外しちゃった場合、すぐバレます。怖っ、気をつけてください。リバーブでボワンボワンにしていただいて、リバーブでボワンボワンにすると単純に多分リバーブでボワンボワンだなこの人の歌って思う音像になると思います。あ、そうですか、はい。ただあのね、慶三さんは大丈夫でしょうけど、リバーブでボンボンにすると、うん、外れた音がリバーブですげえ残るっていう恐怖がありえますね。ありえるんで気をつけなきゃいけない、まあ、とにかくすごくハイオーディオ、すごくハイファイで音質がいいライブハウスとなっております。でそれ以外にも、で昨今の、まあ、僕らにこうやってそうですね、やってますけど、いろいろ対策が取られたりとかして、割と最新の設備になってるみたいなので、そこをここの店長のじいさん、はい、じいさん、はい、なんかここの設備の簡単な当店はですね、あの皆様に安心安全で、あのじいさんもうちょっとこっちにご覧いただけるようにですね、空気清浄機エアイーノという空気清浄機をステージの前に4台設置しまして、入り口とそちらの方にも2台設置しまして、今一番最初のエアドックという空気清浄機も置きましてですね、なおかつ、この皆様のご座りいただいている後ろの壁に2つに大型の、あの手術室などで、使われているような空気を循環にしてきれいにするというあの大型の空気清浄機を2台入れております。15分に1回あの室内の空気を循環させるというそういうフィルターの、はい、ものすごいのを入れております。これはだからあれですね、今日ね、マンボウが延長になったりとかしてますけど安心して、はい、であの入店するときになんか僕らはなんか抗体検査とかいるんですか。演者の皆様には、抗原検査というのを、はい、あのリハーサルステージの前にやっていただいて、お客様はですね、接種証明か PCR 検査の72時間以内に行った PCR 検査の陰性証明をお持ちいただくことになります。ということで、だからライブを見るにあたってはすごく安心ということです。どうですか、陣さん、音響的にはどんな。音響的にはですね、はい、うち当店が使用しているスピーカーはざっと1500人ぐらい のオーディエンスを賄えるだけのスピーカーを
入れておりまして、かなりハイスペックなものを、あの、はい、それね、多分オーバースペックだと思う。1500人ですか、のお客様でも十分に聞けるぐらいの、あのスピーカーをご用意しております。なるほど、はい、照明に関しましては10月にリニューアルオープンした時に全て LED にしまして、ムービングライトも箱の大きさに、あの6台入れておりますので、あの十分な、じいさん1500人が聴けるスピーカーとムービングライトがついてるんですけど、こちらケネディハウスって今、まあ、あのマンボウとかがいろいろあると思うんですけど、大体お座席って何人ぐらいで、お席は、満席で80名様から90名様ぐらいお入りいただけるんですけれども、今はあのちょっとコロナによって一番前の席を、ステージから2メートル離すために一番前のお席を抜いておりますので、だいたい60名様から70名様ぐらいまでとなっております。1500人向けのスピーカーを70名で聞くっていう、このすごいですね。オーバー、あ、ありがとう、そう、それだ、今オーバースペックって言いそうになっちゃった。贅沢で、しかも慶三さん、直美ちゃん、ムービングのライトって入ってるんですよ。すごいですね。あの、すみません、御社は何を考えてるんですか。1人100人ですよ。あ、そうです。1人100人です。もう皆様にあの素敵な音楽を奏でていただいたものを最大限皆様にお届けできるように演奏させていただければと思ってます。それなのにボワンボワンっていうね。そう、リバーブつけちゃダメなんじゃないですかね、やっぱり僕ら。そうですね、はい、じいさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。